おはようございます。12月4日さあ週明けました。週明けてまずこの1時間から見てるんですけども、早速出ましたね。窓が開いてますね。かなり大きくドカーンと。こちら先週の反省なんですけども、そう、雇用指数ですね。材料があったのを忘れていて、金曜日なんでこんなに急落したんだろうと思いましたけど、確かに金曜日は急落とかね、急騰がしやすい、材料の発表がありましたね。だからここでは超反発値みたいになっちゃうんで、確かにエントリーを今の段階で私みたいなのはね、あんまり考えない方がいいかなと思ったんで、ちょうどいいところで、まあ、見学に入ったなというところでですね、原因も分かったし、このうっかりを忘れちゃいけないですね。金曜日は材料が発表されることが多いので、何時頃それが発表されて、どういう影響があったのかってことを金曜までに毎週毎週おさらいしとかないといけないですよね。で、週が明けると、やっぱりその雇用調整ですか、明日があったあたりまでまた戻ってきて、大きな窓を開けてます。窓があるときに私がいつも考えるのは、これを窓を閉じるようにですね、チャートが動いていくんではないかなというふうな経験がありますので、まあ、そういうことも念頭に入れながら、でも、まあね、その予測にあまり依存しないようにしていこうかと思います。さあ、それでは、日足から見ていきますね。日足の方でいくと、まあ、緑の線が多くて見にくいんですけども、まあ、いつものようにここから跳ねて、もう一回ここで跳ねて、そこ跳ねたところを突き破って、最初に跳ねたところを突き破って、ここの大きなヒゲのゾーンで、まあ、一回破ったんですけども、ヒゲを出すにとどまって、実線は、今度上に向かってね、上昇していると。まあ、このままでいきますと、こちらの大きな山を中心に、こちら、と対照的にこちらにももう一回山ができるのかなと思います。まあ、ここから急激にこちらの大きなね、2つの山を越えて上がっていくことはちょっと考えにくいのかなというシナリオで見てますけど、いかがでしょうか。ある程度まで行ってまた落ちるんではないかなと。そのある程度っていうのがこの2本のね、ヒゲが出ているあたりなんではないかなと。ここにちょっとゾーンを引いてみようかなと思うんですけども、ここですね、このあたりに売りの抵抗があるんではないかなということで引いてみますね。はい、それでは4時間足に入っていきます。4時間足になっていますと、今引いた抵抗のラインにもうそろそろ達するところかなというところで、この時間足がね、こう急落して上に上がっていってます。ですから、この窓を埋めるのはおそらくここの売りのゾーンに入った後、ガガガッと下がるんではないかなということも考えて、あともう一歩のシナリオとしては、この売りのゾーンを突き抜けた時っていうのは、今度買いのパワーがかなりあるってことですから、こちらの方のね、ヘッド&ショルダーの、かつてあったヘッド&ショルダーのところあたりまでですから、ここですか、このあたりまで伸びてくるんではないかなというふうに予想してるんですね。そうなると今度の勝負はここまで来ると。まあ、その他にも3点ぐらいね、あるんですけども、予想されるところが。まあ、ここを突き破ってくるぐらいですから、この3つは超えていく可能性が強いかなと。ここを破ったら、とりあえず上昇、上昇、上昇っていう機運が高まっていくのかなというふうに感じています。さあ、それではですね、次1時間足になってきますけども、この窓のところに戻ってきましたね。ここを開けた後、もうちょっとしたらこの上なんですね、新たに引いたゾーンのところに当たるかな、どうかなっていうところまで見ていこうかと思います。ですから、ここからの戦略としては、まあ、しばらくは買いが入るのかなと。それでこのゾーンで大きな強い売りで窓を埋めるように下がっていくっていう風なね、こうシナリオを考えていこうかと思いますけども、どうでしょうか。さあ、30分足になってきますと、もう動いてるところが見えますね。ぐる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 動いてます。まあ、窓から入ってで、ここからですね、ここから私は短期的にこの窓を急に埋めてかかるのか、それとも上に向かうのかって分かりませんけども、多分上の方に向かってもここまでと、下がるときはまあかなり下がるというふうな形で見ています。ただですね、もう一つ気をつけないといけないのは、この赤い2本のラインがありますよね。ここのラインの間にまた収まってしまったのかなっていうね、そういうふうな第3のシナリオも持っていこうかと思います。まあ、上がるのか下がるのか、この赤いラインの間にまあ留まっているのかって、この3つのねパターンですよね。さあ、それでは次が15分足になってきますけども、15分足はまあ上げをね、こういう風に見せている3本のアリゲーターラインがありますけども、これは窓を埋めたところ、窓を開けたところですか。まあ、ここの動きがあるんで、こういう風なアリゲーターラインになってますけども、ここからですね、私としてはこの赤いラインの中にしばらくはちょっとずつ上がりながら、この上のゾーンに向かいながらいるのではないかなと思います。ただし、この赤いラインを割った時っていうのは、まあ下がることを考えていく。この窓を埋めるぐらいの勢いで下がっていくっていうふうに予想しています。まとめますとですね、
ここからの動きっていうのは、あと一時間足でね、見ていきましょうか。一時間足っていうのは、この大きな時間幅を見るって言いましたね。日足で行くと、これは上げに行ってるのかなと。上げに行ってるのかなというふうに感じます。で、4時間足も上げですよね。1時間足も上げと。で、30分足も、まあ、上がっているのかなと。ここに来て、すべてのラインが上がり戦略になってきたのかなと、買い戦略になってきたのかなと思うんですけども、大体この窓を開けたところってね、埋める作用が、入ることが多いんで、上げになることを、まあ、考えながらも下げも警戒していくということでございます。それぞれのシナリオは、まあ、なんとなく頭に入ったので、動いていく方向のシナリオを、まあ、決めて追随していこうかなということでございますね。今日は6分ぐらいの動画になりましたけども、結局どう考えればいいのかってことはまとまりきらなかったです。はい、失礼します。今日も頑張っていきます。